総務省やらニュースで今持ち切りなのはやっぱりこの菅さんの息子さん、はい、長男。これ聖郷さんって言うんですね。うん、この菅さんが総務省の官僚にもう違法接待やりまくっとったと。うん、で、これでもう、この話題で持ち切りですよね。そうですね。これあの、今日は3月2日の、ま、午後3時前ぐらいなんですけど、ま、まだこれは放送日でもこれまだ話題ですよ、きっと。 そうですね、きっとね。はないですよ。で、これね。はい、なんか、そんなことよりも、国の定石というか、議論しろよとかね、保守の人とか言ったりとか、それすごいんですけどね。はい。いやいや、ちょっと待てと。消費税の問題、コロナの問題、中国の問題、うん、ね、いろんな沖縄の問題も含めても、いろんな問題、議論しますよ。はい。なんぼ議論しても、官僚と官邸がこんな腐り切ったことやってたら、意味ないんですよ。 もうだから、そいつらが、もともとその、やろうとしてるのが日本のためにどうしようかっていう話じゃなくて、もうとにかく総理大臣に媚び打って、息子でも何でもいいから使って媚び打って、これ腐敗してるってことですから、こんな腐敗したおっさんオーバーハンドものですよ、任してたら、なんぼ忠告しても、意味がないんですよ。聞く耳持たない。だからね、 政府の腐敗の問題はね、ちょっとね、今、安倍内閣からもうそうだったから、うん、なんかみんな慣れっこになってね、その不干渉になってるとこありますけど、うん、もうそんなことしてたらもう日本完全に潰れるんですよ。だからね、これはね、怒らなあかんとか怒らなあかんのですよ。はい、徹底的に怒らなあダメなんですよ。これね、どんな問題だったかっていうと、菅さんの息子さん、菅聖吾という名前の人がいます。 で、これ、あの、東北新社に勤めてます。うん、で、この菅聖郷さんは、菅さんが総務大臣をやってた時に、まあ、もともとミュージシャンなんですけど、はい。なんか知らんけど、秘書にならはったと。うん。させはったんですよね。大臣の秘書さん、政策秘書ってね、はい。めっちゃ偉いんですよ。 総理大臣、副大臣、政務官の次ぐらいなんですよ。えー、その辺の高級官僚よりも全然位が上。えー、で、まあまあ、それは大臣権限ですからね。はい、まあ、できるっちゃできるんですよ。それを息子つけるってね。うん、その時点で腐敗の匂いがもうちょっとこう、してくるんですけど。はい、まあまあ、のまあ、それはまあ、よろしいわ。 よろしいんですけど、それでもう、総務省でめっちゃ顔が効くわけですよ。その菅政悟は。はい。それで、まあ、そこを辞めて、で、また、あの、この東北新社という会社に勤めてたわけですよ。うん、で、東北新社という会社は、これいろんなことやってるんですけども、放送もやってるんですよ。あね、うん、っていうわけ衛星放送。はいはい。で、衛星放送をやるときには、あの、総務省の巨人可がいるんですよ。うーんこの KBS 京都だって巨人可が。 総務大臣から、お前のとこやめろって言われたらやめなあかんのですよ。はあ、お前こしろ言われたらもう大臣の管轄で放送してますからね。はい。もう言いなりならなあかんのですよ。うん。だからあのー、総務省は、すごい、この放送局からしたら怖いっていうかね、うん。いうこと聞かなあかんわけですよ。うん、なるほど。だからこれ利益をこう、差配できるわけですね、総務省が。はい。うん。そんな関係でね、うん、その、ちょっとうちんとこにもなんかいい感じでやってないよ。と、 セッターしとったと。ああ、それは、ダメですね。絶対ダメです。ね、ま、え、あ。まあ昔ね、昭和時代とか結構こんなんあったんかもしれないですけど。うん、もう今はね、これもう、絶対ダメだと。うん、もうね、90年代ぐらいからこれもう、絶対あかんってことになったんですよ。はあ<ー>。だから法律違反なんですよ。はい。7万4000円のもん食わしたったら、こ、うん、れでもう利益が何億も来るかもしれんと。それダメですね。う他の人できないのに、菅という名前やから、いや、息子や。 うんうん。怖っと。もう、菅さんめっちゃ怖いし。で、これ、官僚からしてみたら、これ、断ったら俺、なんか干されんじゃろうのか、と。これ、一旦かんでやばいな、みたいな。<ー>で、こう、まあ、行ったと。はい。計13人が、2016年7月から2020年12月の4年今日で、39回の接待してる。<laughs> 月1回い,い,い,いてるかい,いてないかそう、くらいほぼ月1回の。もうちょっと、お前ら付き合ってんのか、みたいなもんですよ。 来月いつデートする、ね、みたいなもんですよすごい濃厚な接触ですよね。それを全部こうおごってたと。はあ<ー>い。う話なんですよこれは法律違反だし、はい、で、菅さんの権力を使って息子がこれ動いてたわけだし、うん、で、官僚はおごって儲てるし、東北新社からしたら菅の息子がそういう顔が効くっていうのを使ってで、自分のビジネスやっとったんちゃうかと。 いうことで、こんな腐敗やって、やずないやろうと、うん。大問題ですね。うん、これも大スキャンダルですよ。森掛、うん、けもね、大概ですけど、公文書昨日もめちゃくちゃですけど、まさるとも劣らない。うん、とんでもない腐敗事件なんですよね。うん、これもね、今日ちょっと、どう腐敗してるんかと。はい、で、うん、こういうことを放置してたらあかんのはなんでなんかっていうところも含めて今日はじっくりお話したいと思います。はい、よろしくお願いします。今日のテーマは、 長男接待問題が示す政府の腐敗構造、うん、これあのもう今のオープニングの話だけであ腐ってるやんっていうの分かりますよねうーんそうですねもう腐敗ですよこれもうあの英語でコラプションっていうんですけど、うん、これあの政治家の周りでは必ず起こるものなんですよ<ー>腐敗っていうはい、はい、だから政治と腐敗の問題っていうのは、うん、もう長い歴史のある問題でねでその腐敗を起こさないように選挙があるんですようーん なるほど。<逆>そこを正すために。そうそう逆に言うと、腐敗がないんだと選挙宣んでいいんですよ。任しとったらいいんですよ。はいはい。チェックせんとね。うん、でも腐敗があるということ、腐敗というのは、権力者がその権力を、本当はその権力者の権力ってね、うん、国民のためにやってるんですよ、国民が。国民主権だから。はい、あ、お前これやらせたら、とこう、あの、国民主権という大きな殿下の宝刀を渡したってるわけですよ。で、すごい、うちでの小槌みたいなもんで、 で、それで、ね、すごいパワーがあるから、国民を豊かにできる力があるのに、うん、それをあろうことが国民のためじゃなくて、踊れのために使うと。これを腐敗と。はいはい。で、これはまさに自分の息子に利益を誘導してるから、ね、お前、自分の権力何に使ってんねお前。とうん、お前、すぐやめろと普通だったらその権力を剥奪しなあかんのですよ。うん、だからこの問題は本当にね、菅を続けさせるかやめさせるかを決めれるんですよ。はっきり言ってね、うん、部下ですから、菅なんか。はい。国民の。わかります 総理大臣に僕らがさせたってるんですよ。わかります選挙で選んだったんですよ。はい。しゃもない奴だっお前辞めさせそうですよ。それが国民主権っていうことですよ。で、あの、辞めささんでええのは、ちゃんとしとったら、お、ありがとうございます。僕らは、いや、いつも理し書にありがとうございますと言いますよ。礼儀として。さっきの腐ってたからお前辞めろや。っていうことになるっていう話なんでだから、腐敗してるか腐敗してないかっていうのは、この政権を続けさせるか、 やめさせるかということの判断においてめちゃくちゃ大事なんですよ。でね、腐敗してたら何があかんかっていうとね、そのうちでの小槌ちを自分のためにい使い続けるということは、僕たちのために使い続けないということなので、コロナ対策やらない、不況対策やらない、中国と戦おうともしない、デフレも放置します、消費税も知ったことがあるんですよ。もう日本がダメダメに、 そう。だからね、もうちょっとね、今の日本人、ぼーっとしすぎでね、政権の腐敗というものは、とんでもないことなんやと。いうことでね。にも変えてくることですもんね。ほとんどね、ラーメン屋やってて、客食べて、ああ、ありがとう、言うて、花ワンド出てったみたいなもん。ですお前払う義務あるやろ、と。お前、ラーメン屋やっててですよ。お前払えよ、と。あるいは客やったらですよ。行ってなんか1000円払うって、ザ、ラーメン出てくんのかな、思ったら、え、何とかって言われて店長に。 え、千円払ったから、前払いって言ったから、ね、えも俺も忙しいねん、まぁ、もう帰ってきよう、えぇ、ー、みたいな。だから、約束違反なんですよ。うん、そうですよね。だから、ただでラーメン食べたり、はい、千円払ってんのにラーメン出してくれなかったりしたら怒るじゃないですか。怒ります。それと同じくらい怒らなあかんんですよ。うん、っていうか、それどころやない。千円ちゃうから。うん、で、も規模が違いすぎますよね。<laughs> 何億円、何兆円の話だから。うん。で、怒らなあかんっていう。だから、腐敗の問題はね、日本じゃね、もっとようわからなあかんっていう。 ま、ことなんですよね。はい、で、これも、明確に腐敗してるのを、ちょっと簡単に3つね、こうお話をしようと思う。何がわかるのかというと、こう、3段階あるんですよ。はい、今回の事件の問題は。うん、まず1個目は、官僚は絶対業者の接待を受けてはいけないのに受けたと。これが、倫理規定法違反というやつです。はい、これは今に、よくニュースに出てるやつですね。だから、官僚13人中11人処分を受け取るわけですよ。まあ、これはまあわかりますよね。うん、これ、菅さん関係ないです。官僚はお前悪いやろうと。 で、今、ここだけで終わらそうとしとるんですよね。うんうん、でね、今、僕、政府とか、役人とめっちゃ付き合ってますから、よく知ってますけど、役人と飲みに行くときは100、100%割り勘です。ああ。おご、ね、るとか、おごられるとか、絶対ない。え<ー>。さらに言うと、僕、学者でしょはい。で、官僚でしょうん。ほいで、だから、例えば、そのなんか委員会やってたら、コンサルタントの人とかで、業者がいるわけじゃない。はいはい。ゼネコンさんとか、その人は飲み会になったら、絶対来ない。 もしそこで疑われたら鬱陶しいから。うんうん、もう絶対来ません。うん。だからもうそれぐらい気にしてるんですよ。はあなすね、僕なんて利害関係何にもないのに。はい。いや僕も官僚でいつも飯食ってますよ。そら東京行ったら、要は飯食いますけども、完全に割り勘ですよ。おごるおごられたとか絶対ない。もう後で何かがあったら問題になっちゃうから。そうそう。だからそれぐらいね、今もうピリピリしてるんですよ。へ<ー>それをね、彼女と彼氏ぐらい飯、<laughs> 行って、うん、彼女におごるぐらいおごったるわけでしょしかも7万4千円って、はい、来たことありますかないです。これなかなかないですよ。いすよ高いとこ行ったってね、5万超えないですかなかなか、うん。その5万もないです。そうそ2万でも <laughs> 精いっぱいじゃないですか、そんなもの、うん、ねその7万4千円おられとる、あの山田中所ね。うん、まあそういうもんですよ。だからにもかかわらずこれやったって、これ問題です。うん、で、まあこれ1個目。で、2個目。で、これなんでそんなね もう普通の官僚は絶対に接待を受けないので、これ接待を受けたのか。はい。っていうと、だから普通の官僚は絶対この倫理規定法違反を絶対しないんだけど、うん、菅とは生きよったわけですよ。なんでかって言ったら、そこで断ったら、後でなんか、しっぺ返しくるんちゃうかと思ってビビったからですよ。<ー>行かへんかったらやん、あいつも。も俺の息子のちゃんと言うこと聞かへんと、お前。で、うん、もう菅ってね、父、菅父の方はね、もうめっちゃ怖いんですよ、はい、部下からしたら。 で、内閣人事局っていうのがあってね、ちょっと気に入らんかったらすぐ帰るんですよ。<ー>で、昨日ニュース出てましたけど、なんかもう部下を左遷するって自分で言ってますからね。ああ、そうだった、ね。左遷ってね、これね、普通上司使わない言葉で、はい、やられた方が左遷されたっていうことあってもははは、僕は君を左遷するからなんて絶対言わないですよ。しかも国会で、ああ、れ左遷したんだよなってもう。あおかお前みたいな。はい、それぐらい口をポロッと国会で滑らせるぐらい、<ー>左遷しまくっとるんですよ。<ー>左遷っていうのは気に入らん奴がいたら降格するんですよ。 はいはい。降格したら給料も下がりますし、権限もなくなるし、めっちゃ嫌なんですよ、官僚から出世のことを考えてるからだからそうやって部下を脅しまくってるわけですよ。だからその脅しにビビった官僚の皆さんが、いや、行かへんかったら、後でやられたららいことやなと。で、これもし、その接待受けたってバレたら、それもらいことになるけれども、うん、それはバレへんかもしれへんけど、息子と飯食いに行かへんかったら、絶対親父にバレるから、言っとかなあかんよないや、ちょっとやばい、こっち行っとこうかと。だから、 法律違反を犯すことがたやすくなるぐらい、菅の覚えをめでたくすることは大事なことで、はあ、菅の機嫌を取らないことはやばいことになってるというのが総務省の空気になってるってことなんですよ。そんなんが、ね、日本を言った、うん、作、作ってる上の方っていうのは、そうそうそう だから、官僚を使う権限というのは、うちでの小たちみたいなもんでね。はい、だって、東大やら、京大やら、もうめっちゃ優秀なやついっぱい集めてですよ。うん、自分の意のままに使えるような座に座らせたったわけですよ、菅を。はい、菅父を。はい。じゃ、それをお前自分の息子のために使っとんか。お前、それは国民のために使うなあかんのちゃうか、お前ですよ、うん。それぐらいやっぱりみんなも怒らないと。 そうですよ。あったまらじゃないですか。だからこれ、うん、これこそが腐敗の構造っていうことで、なんかそんだけ部下を脅して、部下を自分の意のままに使って、その意のままというのが息子の利益も含めたね、えー、ものになってるということが、まあこれ、えー、そういう内閣人議事局のその恐怖政治をやってるということがこれ、うん、まあ問題なわけですよ。うん、だから、これはだから一個目は官僚の罪ですけど、これは菅政権の罪ですよ。 菅政権の。というその存在が、そうそう、菅政権のね、政権そのものが、その部下にそういう圧力をかけてるという問題ですで3つ目、はい、で、これね、一番大事なのは、はい、菅父はこの問題を知らなかったこと、僕は100%ないと思う。なん何でかって言ったらね、もうちょっと大人やったらわかると思うんですけど、はい、もうめっちゃビビって官僚ども行ってるわけでしょ、で39回行ってるわけでしょ。うん で、この人は超高級官僚で、菅さんとめっちゃべったりの官僚なんですよ。はい、黙ってると思いますかいやー。この間ね、あの、聖郷さんと飯行ったんですよ。うん、で、まだちょっといろいろ喋ってきましたから。え、うん、いやいやいや、まあまあ言うな言うな。 もう、喋ってないはずがないじゃないですか。うん。ね。まあ、あ憶測ですけど、喋ってそうですよね。でも、もう憶測どころが、だって、常識ですよ、そんなもの。<laughs> ま、まあ、報告じゃないですけどね。そんなもん、前あったじゃないですか。あの、なんですか兄やってた、あの、国会議員おったでしょ兄やってた国会議員が、あの、弁護士と、ホテルの部屋入って、はい、で、打ち合わせしてました、言って。あ、あ、 なってましたね。おいで、そで、のおせしてるいやそれ、その部屋どんなんかで写真、週刊誌、週刊誌が写真撮りに行ったら、もうベッドと、ベッドでほ、がしかなくて部屋の中ちっちゃい部屋で。それで、憶測ですけど、ほにゃららですよね、記者たちにね、僕の友人にはやっぱ記者がいますから、知ってたっていうのもみんな思ってます。そんなもん知ってるに決まってるやないか、藤井君。こんなもん知らんはずになる。っていうか、 それを言うためにお、この間息子さんできましたって言うために飯食に行ってんやから。あーなあな、そうかそうか。そんなもん、飯食に行って黙ってたら意味ないじゃないですか。そうですね。うん。っていうことは、これは、さっきは菅政権の問題だけど、これは、菅の問題なんですよ。うん、菅父の、うん。はいはいで。さらにね、これね、あの、えっ、ー、と、倫理規定法違反という法律違反だとしたら、うん、これは厳密に裁判を起こしたら、菅という人物は、法助罪になる。 ほう、ほう、助罪。あるいは共犯になる。共犯になる。あの、これは立法的に、だから、菅が知ってたということを証明しないといけないから、はい、裁判して勝てるかどうか難しいところではありますけど、うんうん、動機的に考えて、これはほう助罪ですよ。ほう助っていうのはこう、犯罪をこう、<ー>サポートするってことですよ。で、しかもそれ、自分と息子でしょうん。<笑><笑>そうですね。死に私,私欲のために、自分の権限使ったっていう、うん、お前、何してんねんって話に。 なってるわけですよ。だからこれ、官僚の罪というのが一番今言われてるけども、はい、それ以前に内閣人事局というものを使って官僚どもに忖度をさせる構図を作った菅政権の罪であり、かつ菅個人の問題でもあるんですよ。うん、これもうめちゃくちゃなんですよ、これ。みんなわかりましたここまで多分、うん、みんなニュースで深く考えてない,なかかてない。ね、僕らはニュース見た瞬間にここまで全部目から鼻に通ってわかってるわけですよ。うん、腐りきったら、俺。 で、これ要するに、うじ虫が湧いてるんですよ。政府の政府の中に腐ってるってことは。で、うじ虫湧くっていうことどういうことかっていうと、石の裏でうじ虫湧くみたいなもんじゃないですか。うんうん、こう、じめっとしたところで、こう、なんか生ゴミ置いといたから、うじ虫湧くましたら、みたいな。はいはい、そこはね、やっぱこう、火にさらさなあかんわけですよ。うん こうね、こう、楽しくね。はい。もうだから、この頃はもう、蛆虫になってるわけですよ、この山田さんやらの、ね。<ー>もう蛆虫そのものですよ、こんな官僚ども。いやですね。うん、だから、蛆じ湧いてるってことじゃん腐るってそういうことだから、ロラプションね。でも、これはね、やっぱりこう、空気を通して太陽にあっててね。そうだ。明るく楽しくしなあかんわけです。はい。ということでね、おい菅ども。ねおい菅山田ども。これを聞いてちょっと踊ってき。山下達郎で、Let's Just Baby. すがすがしい、すがすがしい、そっちじゃな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 くて。今日の話はね。本当すがすがしい曲ですよね、これ79年リリースの、これ、山下達郎、有名なね、山下達郎としての最初のソロシングルなんですよ。あこれが、これが1曲なんですね、s u g a r b a b っていうバンドでの曲は出したことあったんですけど、山下達郎としてこれが最初なんですよ。 子供の頃から聴いてはいたんですけど、はい。特に高校時代、大学時代がこの曲めちゃくちゃ好きだったんですよ。あ、そうなんですかもうもうめっちゃ踊れる感じがあるじゃないですか。あ、そうですね。ずっとね、あの、レッツダンスベイビーってこう言って、ね、うめちゃくちゃかっこいい、も気持ちいいんですよね。うんうん、で、これね、あのー、どんな歌詞かっていうとね、うん、ラブソング聞こえたら風に舞うように。 いいですよね。ええですね。<laughs> ねだからこう、はい、ラブソング聞こえたら、うん、風に舞うようにダンスを踊ろう。うん、Let's dance, baby.Let's dance, baby. でもずっとこれんですよ。いい感じ。ですで,、ね、で、しかもね、僕ブルースめっちゃ好きでしょはい。だけどね、ブルースも好きなんだけど、この歌詞も好きなんですよ。ブルースは似合わない。早いステップで。ダンスを踊ろう。baby, baby.Let's、oh, dance, baby.Let's dance, baby. Dance, baby. 乗ってきましたいいですね。<laughs> もう、うじむしなんて全然いない。もう、清、ね、がすがしくなくて、清がすがしい曲。うん、本当に。<laughs> 当に爽やかです。うん、だからね、こういうことをね、時々やっといたらね、そういう風入ってなくなるはずなんですよね。あの、菅さんたちもそう、山田さんたちも、ぜひ、山下達郎のソロシングル、初めてのソロシングル、ちょっと聞いてもらったらいいんじゃないですかね。この収録は、3月2日の午後3時20分頃に行っていましたが、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。ね、しメッセージご紹介いただけますか。はい。 えー、ラジオネーム、磨き猫さん、東京都大田区の方ですね。<laughs> はい、藤井編集長、なおちゃん、はじめまして、私は今、表現者クライテリオンの3月号を読んでいます。あ、りがとうございます。藤井編集長と、中国に詳しい方々の対談を読んでいると、日本はこれから、港中で行かなければならないと、真に痛感いたしました。うん ね、今表現者食らえてるよ。高中論。はい、中国に抗おうと。うん、レジスタンスで行こうともそういうね、話してるわけですけど、これ本当ね、呼、はい、んでいただいたらほんまにも中国に戦っていかんと、うん、日本ダメになるっていうのが、まあ分かってるわけですよ。はい、でもね、そのリーダーは菅総理じゃないですか。 そうですね。ねだから、うん、菅総理にしっかりしてもらわない限り、はい、南北高中論議論してても意味がないんですよ。うん、やっぱりリーダーがね。そうそうそう。だからね、<全>僕らはね、うん、やっぱり高中論とかなすべき内容の話も国民として議論はしますけど、それと同時に、菅さんしっかりしてくださいよと。うん、ちゃんとシーンがあったらやめてもらえますよと。はい、もうやるっていうんだとほんまちゃんと説明をして、もう海を全部落として、でもしっかりやってくれへんかったら足踏日一本ないんですよっていうのが今日の趣旨ですからね。はい。 たぶ別にも菅さんがちゃんとするんやったら、まあそれでもええんですけど、でも、この罪はかなり重たいから、ちょっと償えるかどうかも、こちょっとわかんないですね。ちゃんと説明してもらわんと思う、もうまずどうしようもないです。はい、うん。でもその公中論のためにも今日の問題が前提としてあるんやっていうのをぜひね、ご理解いただき